皆さんこんにちは。今日は午後から仕事なので午前中走ってます。ちょっとふっくりしてるので路面が濡れています。人間はその悪いことっていうのは結構覚えてるもので、私は割とね、アクシデントやハプニングがあった時に不幸だって考えるんじゃなくて、それをもとにどういうふうに自分のスタンスを持とうかなって考えるようにしています。離婚したりとかね、家を売ったりとか、実家にいろんな荷物とか子供の思い出を置いといたんだけど、置いた3ヶ月後に水害で全部なくなったんですね。子供たちも独立してますけど、一瞬ね、って言ってたけど、なくても生きていけるんだって子供が言ってたんですね。なくなったものを数えるよりも今あるものを喜ぶ方がその時は大きかったです。水害がなければ捨てられなかったものもあるので、いい風に作用したっていう風に考えてます。自然はね、奪って持ち去っていくこともあるんだけど、それと同時にね、回復力とか癒しの力とかを持っていると思うんですね。両親はもう亡くなったんだけど、両親が亡くなった時とか、ゴールデンレトリバーをね、12年相棒のように生活してたんだけど、いなくなっちゃった時とかね、ぽっかり穴が開いちゃってね、しんどかったんですよ。ひたすら外に出て歩いたんです、ブラブラ。そうしてるうちに回復したんですよね。自然のパワーってすごくてね、今走ってますけど、一番その回復力を持ってる自然との向き合い方っていうのは、ブラブラすることだと私は思ってます。人間は多分ね、太古の昔から外でブラブラしてる時間っていうのは絶対あったと思うんですね。いつも狩猟や木の実を取ったり子育てしてたわけではなくて、ブラブラ外なんとなくいる時間ってたくさんあったと思うんだけど、私はどちらかというと病弱だったんで、よく熱を出してました、小学校の時とか。ピークを過ぎたら外でブラブラすると回復がびっくりするぐらい早まるっていうのが私の持論です。怪我もそうなんですね。骨折ったりとかもあったんだけど、自然の太陽とかね、風とかね、自然の音、匂いとか、そういうものがね、回復力を高めてくれたと思います。今でもそのちっちゃな傷とかっていうのをね、そういうものに触れることで、びっくりするが、なんかそのね、朝と夜で傷口が塞がっていくのがわかるぐらい回復力があるんですね、自然って。今人間は屋内にいることが多いので、意識して外に出てブラブラするとかね、いいと思うんですよ。意識しないと出ないから。美白とかっても言いますけど、日光はね、絶大な回復力とか癒しを持ってるので、意識して浴びる時間を取った方がいいなと思ってます。水害とか災害とかで物を奪っていったりとかすることもあるけど、自然のエネルギーっていうのはすごいなと。自分との葛藤とか人間関係の悩みとかトラウマとかね、人間も自然の一部だと私は思っていて、先ほどの自然と同じように人間にストレスを与えたりトラウマを与えたりすることもあれば、絶大なパワーと癒しを持っていたりする、両方あるんですね。お金もそうだし時間もそうで、お金のことばっかり考えてるっていうのはフリーじゃないですよね。お金がなくてもお金のことがあまり考えてないっていう状態はすごくナチュラルでフリーでいられると思うし、時間もね、時間がない時間がないって言ってるとやっぱ不自由ですよね。で、時間のことを考えてない状態、それは時間が人間はありすぎると過ぎてもやっぱりしんどいんですね。人間はその脳が退屈を嫌うので、何か考えないとっていうので、なんか考えちゃうわけですで、しんどくなる。そういう時にね、外に出てブラブラするっていうのはとてもその脳にとってもいいと思うんですよ。はい、最後の坂にやってきました。では走ります。